奈良県の統計データ上位自治体ランキング奈良県2位から6位決定戦。奈良市に続く奈良県のトップランキング自治体はどこなのか、今回も論より証拠の10連戦で実証していきます。1試合目、推薦人口比は天理市の競り勝ち、果樹内入間人口密度は柏市の競り勝ち、小売業年間商品販売額は柏原市、ゴミのリサイクル率は生駒市の勝利、建築工事費は柏原市が高い、財政力指数は生駒市の僅差勝ち。生駒市が接戦を制しています。2試合目、卸売業年間商品販売額は大和郡山市、15歳未満人口は生駒市の競り勝ち、地方税は生駒市の競り勝ち。運輸郵便業売上は大和郡山市が強い、建設業売上は柏原市の勝利、全産業売上は大和郡山市の僅差勝ち。柏原市と大和郡山市が揃って勝利です。3試合目、ゴミのリサイクル率は生駒市の勝利、医師数は柏原市が強い、財政力指数は生駒市の僅差勝ち。インフラ業売上はデータ不足、農業畜産は天理市が圧倒的、製造品失格は大和郡山市の勝利、柏原市の勝利、2位は生駒市。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点6、3位は勝ち点3、4位は勝ち点1、5位は勝ち点0で計算していきます。柏原市が好調スタート、生駒市が追う展開です。4試合目、製造業現金給与総額は大和郡山市、地方税は生駒市の競り勝ち、果樹内人口密度は柏市の僅差勝ち、小売店数は柏原市が高い、昼間人口密度は柏原市の僅差勝ち、実質交際比率は生駒市、柏原市の勝利、2位は生駒市。5試合目、製造業従業者数は大和郡山市が強い、農林漁業売上はデータ不足、農業講師は天理市の勝利、サービス業売上は柏原市の勝利、飲食店数は柏原市の勝利、農業畜産は天理市が圧倒的、柏原市の勝利、2位は天理市。第5試合終了時点の順位、柏原市の独走が際立っています。6試合目、一般病院数は柏原市が高い、農業産出額は天理市の勝利、建築床面積は柏原市が高い、教育学習支援業売上は柏原市が圧倒的、1万人あたりの刑法犯の少なさは生駒市、財政力指数は生駒市、柏原市と生駒市が揃って勝利。第6試合終了時点の順位、柏原市の独走が止まりません。7試合目、金融保険業売上は柏原市の勝利、出生数は柏原市の僅差勝ち、歯科医師数は柏原市が高い、人口密度は柏市の競り勝ち、インフラ業売上はデータ不足、推薦人口比は天理市の競り勝ち、柏原市の勝利、2位は生駒市。第7試合終了時点の順位、柏市が天理市との差を5に縮めています。8試合目、運輸郵便業売上は大和郡山市が強い、全産業売上は大和郡山市の僅差勝ち、小売業従業員数は柏原市の勝利、生活関連娯楽業売上は柏原市が強い、卸売業年間商品販売額は大和郡山市、建築工事費は柏原市、柏原市が接戦を制しています。2位は大和郡山市。第8試合終了時点の順位、柏原市の余裕の優勝が確定。9試合目、小売業売り場面積は柏原市が高い、卸売業従業員数は大和郡山市、建築床面積は柏原市が高い、飲食店数は柏原市、製造業従業者数は大和郡山市、サービス業売上は柏原市、柏原市の快勝、2位は大和郡山市。第9試合終了時点の順位、2位は生駒市、3位の大和郡山市の順位も確定です。最終戦、人口密度は柏市の競り勝ち、生活関連娯楽業売上は柏原市が強い、小売業年間商品販売額は柏原市、医師数は柏原市が強い、製造業現金給与総額は大和郡山市、地方税は生駒市の競り勝ち、柏原市の圧勝、2位は大和郡山市。全10試合の最終結果が出ました。柏原市勝ち点96、
生駒市勝ち点51、大和郡山市41、天理市勝ち点15、柏市勝ち点7。さすが歴史と拠点性を合わせます柏原市が圧倒的な優勝です。連覇とベッドタウン力の生駒市が余裕の2位、工業力と大和郡山市が3位、宗教都市の天理市が4位、ベッドタウン力の柏市は5位でした。ほぼ人口同意の明確な結果になりました。奈良県2位は柏原市、奈良県3位は生駒市、奈良県4位は大和郡山市、奈良県5位は天理市、奈良県6位は柏市です。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。